広がる大自然と高画質のティファに興奮した猫バニャドモトロです。本日開催されたゲームイベントサマーゲームフェスト2023の中でファイナルファンタジー7リバースとエバークライシスの新情報がついに公開されましたね。まあ、ということで今回はサクッと情報整理と公開されたトレーラーを見て個人的に気になったところを喋っていきます。合わせて公開されたインタビュー記事の内容も交えてお話ししていきます。まずは情報整理からしていきましょう。ファイナルファンタジー7エバークライシス、これはリメイクのもう一つの可能性を描いた作品。語られることのなかった英雄セフィロスの新たなオリジナルストーリーを追加し、正立て配信で紡がれるファイナルファンタジー7の世界。リリース時にはファイナルファンタジー7本編、クライシスコア編、ファーストソルジャー編の3つが楽しめるそうです。後にダージオブケロベロスや今はプレイすることができないビフォークライシスも配信予定とのこと。公式サイトも更新されていくつかのページが追加されました。スクリーンショットや動くデフォルメキャラを見ることができます。そして Apple Store、Google Play で事前登録も開始。事前登録者数に応じて豪華プレゼントが配布されるそうです。100万人で星5の武器確定ガチャチケットがもらえるそうなので、まあ、少しでも興味のある人は事前登録をお忘れなく。で、Apple Store だと2023年9月30日配信予定と、まあ、表記がされてまして、でインタビューで野村さんがまだ熱いうちにサービスを開始できればと思っているとおっしゃっていたので、ベータテストの方で問題がなければ9月30日に、まあ、正式リリースになりそうですね。はい、でベータテストが、始まります。募集開始期間が本日6月9日ドナルドダックの誕生日ですねから6月28日までの間が募集期間。開催期間は7月7日金曜日、七夕の日ですね、12時から7月14日の15時59分まで。募集人数 iOS、 iPhone ですねが5000人、 Android が5000人、合計1万人ですね。はい、次注意事項、まあ、たくさん書いてありますが個人的に特に重要だなと思ったものだけピックアップして、説明していきます。1つ目、本テストのプレイおよびアンケートに積極的なご協力をお願いしますとのこと。まあ、ベータテストというのは正式サービスに向けた品質向上のためのテストなので、まあ、あまりプレイする予定はないけど、まあ、記念に応募しようという方は、まあ、正式リリースをお待ちいただくことをお勧めします。で、2つ目、セーブデータは正式サービスに引き継ぐことはできません。3つ目、応募の際に、まあ、メールの受信設定をお忘れなく。こちら今画面出てるこちらですね。もしも受信できない設定になってると、まあ、ベータテスト当たったとしても、まあ、プレイすることができないので、まあ、これは絶対お忘れなく。はい、で4つ目、本テストのプレイ動画の投稿、生放送、画像投稿は個人使用の目的に限りガイドラインに従い、まあ、利用できるそうです。まあ、特に注意しないといけないのは実況のない動画、ストーリーだけ見せるよっていう動画は、まあ、ガイドラインの対象外となりますのでお気をつけください。はい、というのがエバークライシスで、もう一つファイナルファンタジー7リバースの方ですね。リメイク3部作の2作目に当たります。発売時期は2024年の初頭、1月から3月あたり、まあ、遅くても4月頃には発売するのかなと思われます。なので来年の今頃は7リバースをプレイし終わってる可能性があるっていうことですね。そして皆さんが驚いたであろう、なんとディスクが2枚組だそうです。ダウンロード版買うとなると容量が100ギガぐらい超えそうなので、まあ、そこが少し怖いですね。はい、それではここからはトレーラーを見ながら個人的に気になったところをつらつらーとお話ししていきます。一応前置きをしておきますと、まあ、僕はビフォークライシス以外はファイナルファンタジー7シリーズ、まあ、全て遊んでいますが、まあ、めちゃくちゃ詳しいわけではないので、まあ、間違ってるところとか、まあ、何かわかる方がねいらっしゃったら、有識者の方は優しくあのコメントで教えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。まあ、という感じで、じゃあトレーラー止めながら見ていきましょう。はい、まずは雨の降る中電話をするセフィロス。水も滴るいい男とは、まあ、このことを言いますね。はい、電話の相手はセフィロスのお友達ジェネシスであることが分かりました。電池残量は 99%、ね、セフィロスの笑い方クックックから来ているのか。で、ここのロケーションはクライシスコア冒頭に登場したタンブリン砦の近くだそうです。
はい、でこちらファイナルファンタジー7編のイベントシーン、画面の右側を見てもらうとスキップ機能、オート機能があるので、まあ、シナリオのスキップとかができるってことですかね。これは結構ありがたい機能ですね。これはクライシスコアの序盤ですね。ザックスと先輩アンジールの尊いシーン、こっから全てが始まりますからね。はい、続いてバトルシーン。衣装どうした、ザックス。若干インターグレードに登場したソノンっぽくも見えなくもない。はい、出ました、めっちゃかわ激かわティファ様、忍者っぽいドエロい衣装ですね。はい、続いてライトニング姉さんみたいなセクシー衣装のエアリス、まあ、中の人同じですしね。そして下のコマンドを見るとルインラという魔法が目に入りますね。ファイナルファンタジー7にはなかったんですが、13で新登場した無属性の攻撃、まあ、これもライトニングさんが使ってましたね。はい、そして脇がめちゃくちゃ綺麗な和装クラウド。で、この辺の衣装に関してはインタビューでいろいろ語られていましたが、衣装のコンセプトは各キャラクターがそれぞれの武器に合わせた衣装を着るならどんなものになるかといった方向性でウェアのデザインを考えているそうです。だからまあクラウドが忍者の衣装になるということは多分ないのかな。で、衣装はストーリーを進めると入手できるほか、今作武器がガチャで入手できるそうで、そのガチャを引くときにもらえるスタンプを一定数集めても衣装を入手できるそうです。はい、なのでセクシーな衣装を出したらセルラン1位とかになるんじゃないでしょうか。バレットの海パン姿とかな。はい、でお次がメニュー画面、ホーム画面ですね。デイリークエスト、強化クエスト、召喚獣クエストっていうのが、まあ、たくさんありますけど、まあ、この辺は育成要素ですね。まあ、周回して敵を倒して素材集めてキャラクター育成するみたいな、そういう流れになってくると思います。で、バトルタワーというのが、まあ、自分自身の腕試しをできる場所とのこと。まあ、タワーだけど、まあ、下に向かっていく構造で、まあ、最下層まで行くとなるほどなと思える仕掛けがあるみたい。そして最下層では何かが待っているとのこと。まあ間違いなくディープグラウンドソルジャーですね。なので頑張ればあの激カワシェルクちゃんに会えるかもしれない。いや楽しみですね。で、ストーリークエストっていうのが、これは本編で描かれていないクラウドとかエアリスなどメインキャラクターのちょっとしたストーリーが展開されるそうです。どれぐらいの内容かは分かりませんが、まあ、ファイナルファンタジー7をね愛してる人、まあ、考察をしてる人は特にプレイ必須になってくるんじゃないでしょうか。で、これらはシングルコンテンツになってますが、マルチコンテンツ、他のプレイヤーと共闘して戦えるコンテンツもあるみたい。で、ここからのシーンが、ファーストソルジャー編の、話ですね。で、ファーストソルジャーはもうサービス終了してしまいましたが、ファイナルファンタジー7のバトロワのゲームですね。まああれ自体に、まあ、ストーリーは特になかったんですけど、まあ、このエバークライシスで描かれるとのこと。ファイナルファンタジー7本編の時間から30年前の、話が描かれます。この3人は、まあ、主人公になるんですが、彼らの名前は、グレン、マット、ルティア。合ってるか分かりませんが、グレンは谷、マットは無光沢、ルティアは光。まあ、ルティアの光とマットの無光沢が対比になっていそうなので、まあ何か起きるのかな。はい、でこちらイベントシーン、桜の綺麗な場所。これって新しいロケーションなんですかね。で、左側に NPC キャラクターと犬もいるんですが、まあ、彼らに影響を与える存在らしいです。まあ多分死にますね。まああと周りに落ちてるのがリンゴなのか桃なのか。これってさ、もしかしたら春のバノーラ村とかなんですかね。あとさ、嫌な想像しちゃったんですけど、あのクライシスコアの、まあ、ラストダンジョンってさ、バノーラ村の地下施設だったじゃないですか。あそこの牢獄にさ、なんか血の文字があったよね。血で書かれた文字が。ここの3人がさ、あの被験体として地下牢に囚われて、あの G なんちゃらなんちゃらみたいな怪物になってしまうんですかね。あの中にいた、まあ、G ルチフェロが、まあ、ルシファーなんですよね。まあ光を意味する打天使、ルティアさんも光でしたよね。まあちょっと怖いですね。はい、からのルティアちゃん可愛い。はい、そして最後のシーン、黒フードをかぶってますが、まあおひげとこのでかい斧みたいな武器から、まあ誰がどう見てもグレンですね。で、インタビューで野村さんもあのグレンって言ってるんで、はい、グレンです。
なんでフードをかぶっているのかっていうところはちょっと気になりますね。マシンらを裏切ったとかなんですかね。で、時期はクライシスコアとほぼ同じ時代とのこと。はい、でインタビュー記事でまあ気になったところは、どうやら前回のトレーラーで公開されたあのセフィロス、若い頃のセフィロスはファーストソルジャー編でプレイヤーキャラとして操作できるそうです。野村さん曰くこの頃のセフィロスは綺麗なセフィロスらしいですめちゃくちゃパワーワードというか、綺麗なジャイアンを彷彿とさせる言い方で、ファーストソルジャー編のストーリーはセフィロスを軸にしたものになっているそうです。そしてファーストソルジャーのシナリオも安心してください、野島さんが担当しますよ。グレンたちの行く末も楽しみにしていただければと思いますとのことで、他の、FF7 編とかクライシスコア編とかは、原作から変わることはないそうです。はい、じゃあセブンリバースのトレーラーを見ていきましょう。まずはティファたちが単価で運ばれるシーン。ティファ、バレット、レッド13、エアリスが運ばれていて、クラウドはいませんでした。で、ここの通信を聞くと、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしましたと言ってますね。で、竜巻というのはトレーラーの冒頭一瞬だけ映る、多分これですね。まあリメイクのラストのあのヒーラーたちの集合体だよね多分。で、クラウドたちはこの中でフィーラーを倒したので、でミッドガルをね脱出していたので、やっぱり世界線は2つあるのかなと思いましたね。まあ一つはファイナルファンタジー7リメイクの世界線、我々プレイヤーが見てきた世界線ですね。で、もう一つはフィーラーを倒したことで生まれたザックスが生存している世界線。まあ一瞬だけ映る中堅スタンプのデザインも違っていたし、前回のトレーラー、まあザックスが映るところで、まあ白い羽が降りてきていて、今回のトレーラーでは黒い羽がね、フィーチャーされていたんだよね。まあだから白と黒で対になった2つの世界線があるみたいな。だからセブンリメイクでフィーラーを倒した時に生まれた世界線、ザックスが生存してる世界線の方では、あのクライシスコアのラストのところでザックスが生きたまま、まあ、クラウドが自我を取り戻さないまま、あの荒野からクラウドを担いで歩いてきてるから、まあ、ミッドガルの到着に遅れた。で、その間にティファとかバレットがシンナに乗り込んでいた。で、リメイクの世界線でフィーラーを倒していた、まあ同時刻にこのザックス生存世界線の方にも影響が出てしまい、まあ、竜巻という現象が発生した。それでティファたちが負傷したみたいな。リメイクの方でフィーラーを倒して未来を白紙にした代償。はい、そして扉を開けたクラウド一行。いや、このシーン見た時にめちゃくちゃテンション上がりましたね。もう綺麗すぎる。そして花に紛れるバレットが可愛すぎる。え、ここの森ってさ、ワスラルル都の近く、あの眠りの森なんですかね。まあ色はなんか普通の色なんで、まあ違うのかな、似たようなロケーションなのかな、まあ分からんけど。そしてこれね、チョコボ、ちゃんとメンバー全員がチョコボに乗るというファイナルファンタジー15をね思い出しますね。で、コマンドが猛ダッシュ、チョコボから降りる、地面を調べるというのはまあわかります。匂いを嗅ぐってなんやねん。これはチョコボがこの草木の匂いを嗅いで何かアイテムを見つけるという意味なのか、もしくはクラウドがまあ誰かの匂いを嗅ぐという変態的なコマンドなのか、どっちなんだろうね。まあまあ、聞くまでもないわ。多分後者やな。はい、お次はハーゲンダッツの、星の話のシーン。まあこれ原作にあったところですね。ライフストリームとかの話をしてくれるところ。はい、でお次のシーンはおそらくカームですね。ミッドガルを出て、まあ、すぐに向かう街なんですけど、まあ原作だとここでセフィロスについて語る、まあ5年前のね、ニブルヘイムでの、まあ、出来事を語るシーンがあるんですけど、はい、ここ少し意味深な演出があったんですよね。ノイズが走って、またクラウドが何かを思い出したり、脳裏に何かしらの映像が浮かぶ、あの演出なんですかね。これは、バレットとレッド13の、ミスリルマインらしき場所で、なんか知らないボスと戦うところですね。こいつも自然の力ってやつか、みたいなこと言ってましたけど、
まあ、このモンスターの目があれですね、赤っぽくなっててウェポンっぽいですよね。はい、そしてタークスの新人イリーナちゃん、まあ、ここも原作と同じくミスリルマインなのかな多分これえぐいよな、腹に蹴り入ってる。あ、でこれね、エアリスがティファを飛ばして連続攻撃をする魔法陣ワープだったり、これどちゃくそ可愛いよな、ユフィちゃんとレッドサーティンの連携技、あとこれも可愛いっすね、バレットとクラウドのこれ連携技なのかな、ちょっとわからんけど、ただ今作はその仲間との共闘が結構強調されていますね。はい、でここユフィちゃんに抱きつかれるクラウド、そこ変われで、セフィロスさんからの、ジェノバに変わるところ、これはジュノンで密航したシンラの運搬船の中ですね、まあ、ここは原作にあったところですが、セリフはおそらく原作になかったと思います。まああったらごめんなさい、かつて怪物がいた、その怪物は人の心を読み姿を変えた、恐れるか愛する顔を見せて人を動かしたという、まあ、ムービーシーンの口の動きと、まあ、セリフが合ってないので、まあ、おそらく別のシーンのセリフですね。で、まあ、怪物イコール、まあ、ジェノバ、まあ、セフィロスのお母さんのことなんですけど、まあ、母親のことを怪物とは言わないはずなので、まあ、これは多分もう一人のセフィロス、俺人格の方のセフィロスなんじゃないかなと思います。はい、次はセフィロスコピーの中に紛れるクラウドさん、これ原作時間軸にはないはずなので、まあ、おそらくザックス生存の世界線のクラウドなんじゃないでしょうか。あっちはザックスがご存命なので、クラウドは多分自我をね取り戻していないんだよね。だから他のセフィロスコピーと同じように、まあセフィロスの元へ向かってるんじゃないのかな。で前回の、まあ、トレーラーでザックスがクラウドを探しているとも言っていたので、まあ、もしかしたらそっちのねクラウドを探しているのかもしれません。だからザックスがもし生存していたら今よりもっとひどい未来があったということを、もしかしたらプレイヤーに提示したいのかもしれないですね。だから一つの世界線で誰かを救うと、もう一つの世界線で誰かが死んでしまうとか、まあ、そういうなんかバランスというか、今回結構精神的にえぐいことを仕掛けてきそうですね。はい、でこれは5年前のティファとセフィロスのシーンですね。まあ、谷間が見えてますけど、まあ、それは気にせず、まあ、原作にもあったシーンなんですけど、ここのセフィロスのセリフが引っかかってるんですよね。ティファは俺が殺したはずだ、ならばあれは誰だ。いや知るか、まあ、一人称が俺ですので、まあ、セブンリメイクに登場したいろいろと熟知している方、まあ、週末の7秒前の方、まあ、クライシスコアの時代の、まあ、優しかった時代のセフィロスですね。でこのセリフから、前回のトレーラーを思い出した方も多いんじゃないでしょうか。エアリスのそれって私を疑っているの、あの時とは別人じゃないかって、まあ、加えてその後に何が真実かという意味深なテロップも表示されたんですよね。まあこれに関してはいろんな解釈ができそうですけど、ファイナルファンタジー7の考察専門の方に任せましょう他人任せ。はい、そんな感じで、まあめちゃくちゃ楽しみですね。原作を知ってる人も知らない人も、まあ、双方がね楽しめる、まあ、仕掛けがありそうなので、まあ、めちゃくちゃ楽しみですね。はい、今回の動画が参考になったファイナルファンタジー7楽しみだぜという方はね、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。